ようこそミノミュージックへ。どうもミノです。本日はですね、ザ・ファーストテイクについて語っていきたいと思います。もうファーストテイクバズりまくりですよね。もういろんなところで本当にね、名前を聞くし、コンテンツの影響力半端ないと思うんですけども、どうですか皆さん、ちょっとなんかこう音楽好きになればなるほど、そういうなんか流行ってるものとちょっと距離を置くみたいな人もまあ中にはいると思うんですよね。で、なんなら俺誤解してる人も結構いるんじゃないのかなと思うんですよ。ファーストテイクの方の印象っていうと、もうポップシンガーのもうメインストリーム、もうど真ん中王道 J-POP 一番売れてる人がこう、まあ一発撮りで歌を歌って、で主になんかその歌唱の部分のニュアンスとかを楽しむコンテンツみたいに思ってる人がいるかもしれないんですが、もちろんね、そういうあのポップス系のシンガーの方もたくさん出てらっしゃるんだけど、それだけじゃないんですよ。実はかなり尖ってる人たちも出てるんですよね。そこ間口がめっちゃ広いっていうだけで、すげえ幅を大きく取ってるんですよ実は。そこをね、なんかもしちょっとなんかこう流行りもんだからっていうので敬遠しちゃってる人がいたら、それはすごく僕はもったいないことだと思います。そもそもですね、だから例えば地上波の音楽番組とか見た時に、まあ基本的に流行ってるアーティストが出てますよ。あの尖ったアーティストをそこに出すっていうのは基本的にはあんまりないわけじゃないですか。だからポップスのシンガーが出てても僕はいいじゃんって思うわけですよね。もう間口が広ければそういう人を、聞いた人が、あ、なんかこういうのもいるんだっつってクリックしてそういうののファンになるみたいなね、こうどん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 なんか連鎖していくことができるコンテンツだと僕は思っていて、すごく素敵なね試みをしてるチャンネルだと思うんですよ。ちょっとなんか前置き長くなってて申し訳ないんだけど、あとですね、個人的にすごく素晴らしいと思うのが字幕をつけていることで、字幕がこれがデフォで表示されてるテロップじゃなくて、 YouTube の機能でオンオフできるんですよね。だからこう歌詞気になる人とか、まあカラオケとかでね歌いたいみたいな人はまあつければいいと思うし、音楽だけ楽しみたいという人はオフにすればいいし、何よりですね、結構海外の人を見てるチャンネルなんですよね。英語の字幕もついてるんですよ。こう英訳したものも出ると、そこもだからある意味日本の音楽のこの文化輸出の面でかなり実は丁寧に作り込んでるチャンネルだと個人的には、思ってます。はい。じゃあ早速ですね、ファーストテイクのチャンネルの中で僕がおすすめだと思うコンテンツ、楽曲紹介していきたいと思うんですが、まずこちら、スカートとパンピーのオドタクシーというね、楽曲で、もうさ、この時点で結構もう尖り目じゃないですか。はい。地上波の音楽番組とかなかなかスカートとか見れないですよね。もうそういうところもちゃんとこう起用してくれるってところで、しかもファーストテイク出たら毎回ね数字みんな取るんですよ。尖ってる人でもね回るような、そういうなんか素晴らしいプラットフォームになってるんですね。まあちょっともうプラットフォームの話はいいや。まあこれはもうとにかくでも内容が素晴らしいです。もうもしかしたら俺あのアニメの主題歌になった曲なんだけど、原曲よりもなんかパワー感じるなみたいな思っちゃったぐらい、あのやっぱですね、コロナの期間に入ってからこういうアーティストのライブっていうのなかなか触れる機会がないじゃないですか。だからまあそういうところもあってちょっとね、こうファーストテイクが跳ねてるっていうのも俺は個人的にあると思うんだけど、スカートとパンピーの演奏、まあスカートのギターとかもね見れるのもいいよね。なんかすごくね素敵だった。あとですね、割と若手のアーティストばっかり出てるわけじゃなくてベテランも出てるんだけど、そこもまた素晴らしいポイントで、布袋のバンビーナ、これ素晴らしいですよ。もうこれはだからファーストテイクっていうと本当に歌のイメージがあると思うんだけど、バンビーナを布袋持ってきてくれるってとこに痺れますよね。バンビーナってポップスの曲にしたら相当珍しいぐらいの、長いギターソロが入ってるんですよ。でしかもこのバージョンはもうさらにさらに編曲されて膨らんでいて、もうギターソロてんこ盛りですね。3回ぐらいギターソロやってんじゃないのかなっていうぐらいで、また布袋のギターがもうねヒリヒリする、このやっぱだから、何回も撮り直してない、加工されてないギターのね、昔のだからライブ映像とかであるようなギリギリを攻めてるこの緊張感が、漂ってる、ソロ、もう本当にねこのロカビリー的な彼のなんていうかイディオム、すごいたくさん出てくるんだけど結構トリッキーで、ギター弾く身からするとうわその技はちょっと確率で言うとミスる可能性数パーとかは布袋さんでもあるんじゃないのかなぐらいの、ちょっとあの失礼なこと言ってたら恐縮なんだけど、まあそれぐらいなんか難しい大技を出すんですよ。でそういうのとかもいや攻めるなぁと思ってね。で歌いながらしかも完璧に弾くから、でそういうのとかもやっぱなんかこのファーストテイクの歌の部分というだけじゃなくて、まあ演奏の部分ですよね、すごく楽しめる動画に、なってると思います。であと演奏、まあバンドのこの面白さっていうところで言うと、やっぱ岡本図は3曲4曲ぐらいやってんのかな。スプライト、 90s 東京ボーイズ、あとウェルカムマイフレンド、あのブライアン新世界が入ってから、まあサポートでこうずっとやるよ
ようになってからのキーボードもいる編成の岡本図のライブですね。これもやっぱりだからコロナでちょっと岡本図のライブ、まあ最近ちょっとライブ再開してるけど、なんか行けてなかった人とかは新しいラインナップの岡本図の生演奏を聞く、まあ格好の機会となっていて、すごいですよね。これもこうなんとなくふらーっとスタジオに入って、じゃあなんか始めるぐらいのノリでめちゃくちゃかっこいいというね、そういうのちょっと痺れちゃいますよね。で一個やっぱね、ちょっとギター目線にまたなっちゃうんだけど、ナインティーズ東京ボーイズの岡本浩輝のギターソロ、これはもうちょっとなんか降りてきてると思うな。めちゃくちゃかっこいい。そういうところもね、やっぱファーストテイクね、楽しめる YouTube チャンネルなんですよ。あとね、他にもですね、往年の名曲をカバーするみたいなのをやってる人たちも結構いて、例えばこちら藤井フミヤの恋するカレン、大竹一のロンバケに入ってるもう大名曲だけど、こういうのもやっぱちょっと面白いですよね。自分の持ち歌じゃなくてもうカバーをやると。でこれも原曲と全然違くてアコースティックな編曲となっているというね、まあもう双方のまあチェッカーズとか藤井フミヤとか大滝さんとかね、まあそのあたりのファンからしたらもう非常に嬉しい内容じゃないですか。まああとこれは女優さんだけど橋本愛さんが、木綿のハンカチーフやってたりとか、幅広くないですか。めっちゃ売れてる、曲をポップシンガーが歌うみたいな、まあそれも全然いいんですけどね、そういうのも俺実際好きだし見るんだけど、それだけじゃないっていうのをねちょっと伝えたいというか、だからもうバンドもあれば、若手ベテランもあってね、そういうカバーもあってみたいな、本当にこのスタンスを幅広くとっているというか、なんならね演奏とか歌だけのコンテンツじゃなくて、他にもなんかいろいろオーディションとかも走ってて、そういうところもね追うとちゃんと楽しいんですけど、あとねこれもかっこよかったね、シラップの Thinking About Us という、まあなんだろう、これはでも多分ファーストテイクの本当に、ど真ん中っていうか、この一発撮りの歌をこうもう存分に楽しむっていうコンテンツ、要はコンセプトのど真ん中にいってる内容だと思うんですよね。まあただアーティストはシラップだから結構内容はドープなんだけど、まあ彼の R&B のもう本当にこの歌唱フェイクだったりとか、メリスマのかけ方だったりとかね、もう細かいニュアンスのそういう部分を非常に楽しめる。こういうなんかラフな録音だからこそ、そういう部分が生きると思うんだよね。だからちょっとこのレコーディングとかのカチッとした感じだと、そこまでなんかこのヒリヒリ感、ギリギリ感、この攻めてる感みたいなのは感じ取れない気もするから、まあそういう場合もあると思うから、やっぱこうね、シラップのこれはかなりボーカル、R&B ボーカルを楽しむっていう意味ですごく僕はいい曲だなと思いました。あと、チャイのライブ映像もすごい良かったですね。チャイに関しては、俺はもう構図とか、カメラワークが素晴らしいと思いました。マナカナの、この、まあ、兄弟が二人、左右対称みたいな感じで配置されていて、で、この、真っ白のバックグラウンドでしょ？で、衣装がまたすげーかっこいいのね。それのね、このなんか二つの並んだパワー、ビートルズのこのさ、ポールと、まあ、ジョージ・ハリスンのギターが扇になってるみたいな、そういうちょっとこの配置の美しさみたいなのを、ちゃんとパッケージしつつ、チャイのライブ映像はもう本当に僕大好きで、今までいろんなのたくさん見てきてるんだけど、やっぱりこうステージの上だと全員映ったり、あるいは横から抜いて一人が映ったりとかね、二人の双子としてのこのキャラクター感をちゃんとそうやって、パッケージするっていうなんか構図の取り方をしてるのはあんまり俺は見たことなかったから、ちょっと音楽の話じゃなくて変な見方かもしれないんだけど、でもそこって実は俺すごいチャイの魅力的なポイントだとも思うんだですよね。だからなんかそこをちゃんとパッケージしてるっていうのは俺すげえディレクションが素晴らしいなと思ったんですよ。まあでもちろんチャイのもうね生演奏って言ったらもう定評あるし、もう当たり前にいいんだけど、なんかそういうねこの素晴らしい構図で、チャイの演奏を見るっていうのもね、最高に楽しかったですね。まああともう本当に紹介しきれないんだけど、すごいたくさんだからねいい動画あるんですよ。まあアイナジエンドのオーケストラとかも素晴らしかったですね。ビッシュのね、本当に代表的な楽曲だけど、それを一人で、全然違うアレンジで歌うやつとか、あとまあ織坂優太さんとかもね結構、やってたりとかで、それもまたね渋いんですね。エレキの弾き語りみたいな。まあ本当にね、ファーストテイクだからちょっと僕は結構ね、皆さんに、特に音楽めちゃめちゃ好きな人にこそ偏見を持たないで見てほしいなというね、マジでおすすめ僕はしたいなと、思ってます。はい、ということで、そんな感じで、ミノミュージックでした。それでは。